ってきます。あ、分かった、じゃあ俺課長、課長になるわ。殴りつけてやろうか。自重するとこ間違ってんじゃねえのかって言ったら、俺課長になるわって発言。お前に食わせるタンメンは2。テレビの向こうで積もってる人がいる。ほら、俺の声がもう恥ずかしいね。言い切る前に笑ってしまってるもの。自分の声が楽しい。もう最後まで話させてくださいよ。もうダウンロードコンテンツです。おう、ダウンロードコンテンツね。今兄がソニーに見えてちょっと危なかったの、笑いそうになった。何、俺ソニーに助けたの。まだ手はある、必ず助け出す。カズ君聞こえますか。いや、ダメだって、振っちゃダメだって、自分の声で笑っちゃうんだもん。え、だって話さないと取れてっかどうか分かんないじゃん。いやでも会話成り立たないよ、だって途中で笑っちゃって。いや、聞こえるよ。俺が実験してる意味ないよね。そうなってるね。え、じゃあ聞こえてるけどね。進撃の巨人のプレイ動画じゃなくて、向こうの人が自分で喋って自分で笑ってるのを撮る動画かい。そう。なるほどね。じゃあ喋ってよ。趣旨を変えりゃいいんだよ、少し。いや、もう、どんな趣旨になってんの。もっと喋って。もっと喋っていいじゃねえよ。はい、ジューシー。喋れば喋るだけだ。腹立ってくる。ジューシー腹立ってくる。はい、ジューシー。ハニー。腹立つ。腹立つわ。自分が。夜は気持ちがいいね。今こっち見てたよね。っていうのも全部ね、聞こえるわけ。いや、もう年聞こえるわけなんですよ。アイドのビーチフラッグやないかーい。こんなもんでいいかい。ありがとう兄、助けてくれて嬉しいよ。自分のテレビのね、音声を消音にしたんだけど、うん、全くゲームの音聞こえない。あー、なるほど。え、マイク音声は入んの。マイク音声は入ってる。でもゲームの音聞こえないんだ。でもさっきさ、これ始める前にさ、なんつうの、なんかスタンバイ中みたいな感じになるじゃん。スーパースタンバイモード。あんだけな、スーパースタンバイモードではないんだけど。なんだろうな、全然音声は拾わないね。なんでゲームの音声拾わねえの、俺の声が拾ってんの。全然聞こえない。カズキ君の音声拾うのは超絶です。だって俺のマイク、カズキのマイクの声を拾ってるから。俺のマイクが、うん、このマイクがってかなり下ネタだな、お前。なるほどね。カサイのマイクは、違う、待って、真面目な話をしよう。マイクは剃ってないの。腹を割って話そう。あそこを剃って話そう。要はカメラのマイクがテレビに近いから、うん、捕まったし。私は戦い続ける。おー、怖くないの。テレビにものすごく近いんですね、カメラが。だからカメラの声はそれはバカみたいに聞こえますよ、うん、今だってカズキの声拾うためにテレビに近づけてきたら、テレビの下に置いてんだよマイク。
あ、そうなの？うん。テレビで大金はいつものポジションでプレイしてる。ああ。そう、ポジションはいつも通りなんだ。でもさ、テレビのさ、そうやったら BGM 拾わない？マイクだから。だと思ったんだけど、さっきさ、あの雪見大福のくだりあったでしょ？うん、うん、あった。あの時、あのちょっと前に俺、もうテレビのスピーカーのとこにくっつけてたのよ。マルコ、最高潮じゃないの？で、それでゲームの音聞こえるって言ったら聞こえないって言ったの。あ、聞こえなかったね。じゃあ来るって聞いたら聞こえないって。俺もさ、言おうと思ったけど同じことを考えてた。認知症になるからさ、俺は耐えれないなと思ってやめたの。ちょっと自分でやってみて、したら。何？じゃあ来るの下り。そうそうそう。寂しくて眠れない。それ人にやれって言われてさ、やってどうなるの？あれ、自分のタイミング、自分のタイミングで言いたいってあるでしょ、あれ。自分のタイミング、自分のタイミングあるんだ。そうそうそう、あのここしかねえっていう時あるじゃん。俺は思い立ったら言っちゃう派だからさ。だからさっきから肝心なところで言っちゃって、もう ホストからもうすごいクレームが飛びまくってる。なるほどね。最後にやってくれるから、そのうち出禁になりそうだ俺この家も。やってみたく？チャーハン作ってもらってもいいですか？じゃあ食べるっていうか、うんっていうか作ったんだよね。このタイミングだったんだね、彼がね。ここぞっていうタイミングだったんだね。大金はちょっと今鎧の巨人ってやってて、全然なんかもう、いや鎧じゃないよ。ああ違うね。獣に？危険種だね。ああ持たなかった。最悪だ。えい。何今のババホンが見てんの？何者だ奴ら。普通じゃねえぞ。おいベルトルト、兄より自分の心配をしろよ。な、何を見すぎだ。俺じゃなくて。ちなみにさ、ええ、あ、ちょっとすごい変なこと言うけど、はい、その今俺のテレビからさ、はい、流れてるさ、この BGM みたいなのさ、大ヒマのテレビから流れない？流れないっすよ。いや、カズキ君のその今つけてるイヤホンあるじゃないですか。うん。それをテレビの方に、うん、テレビのスピーカーにくっつければそれは聞こえると思いますよ。だってカズキ君の声しかテレビから聞こえないんだから。そのマイクが家族の声拾って俺のところに届けてるわけだから、つまりそういうことですよね。ああ、今近づけてる。あ、聞こえるね。聞こえる。もうライナー死んだ、死んだねって。結婚しよう。あのさ、クリスタ、私も手をすりむいちゃう。こんくらい唾つけとけよ。コニーレベル1は青魔法、青魔法レベル1コニーケアル、ケアル、青魔法ケアルない。ホワイトウィンドウ、あ、そう、青魔法の回復手段はホワイトウィンドウしかないじゃん。あ、そっか、だホワイトウィンドウもな、自分の今の体力分しか回復できないから。そう、イベンターウィンドウ、そんなのあるの？イベンターウィンドウ知らないの？知らねえ。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 
そこさ、ピックアップしなくていいんだよ。しなきゃいちょっとけど。プリペンターウィンドウってあれだよ、ゼクスワーキスのエンドレスワルツの時のコードネーム。ああ、そうなのか。あ、ウィングガンダムでさ、最近知ったことあるんだけどさ、登場人物のキャラクターの名前、ほとんど数字。知らなかった。あ、知ってた。知ってたよ。ほんと。え、知ってたよ。知ってたのこれ結構有名。結構有名だよ。どこの数字だったかな。ギリシャとかフランス語とかいろいろあるわ。ヨーロピアンだよね。うん、ヨーロピアンブレンク。あった。頑張ったんじゃないか。終了。